皆さんこんばんは、ワドです。今日は2019年の3月の6日20時48分です。駅まで行くので、お疲れ様です。お付き合いください。はい、お疲れニーニー、声聞こえる？金魚姫お疲れ、こんばんは。いや、勉強になった、お疲れ様です。面白いね、聞こえる？すごいね、ついに炎が出るようになったね。炎が出せるようになった。よかった。はい、ワドツーボーンいらっしゃい、お疲れ。ねえ、よかったね。あれ家で作ってみて YouTube にあげようぜ。YouTube にあげよう。手からビームが出せるよ。ね。VR すごかったでしょ。VR 生放送。やばくない？あれ。要は戦闘シーンとかで、例えばバット持ってるやつだけバットから炎がボーンって出たりできるんだ。出るっていうか、まとうって感じかな。なんかその何かをまとうっていう感じだね。よかった。すげえ面白い。トイレ行きたい、寒い。ご飯まだ朝飯食ってねえから何か食べよう。寒い。なんかギフトが届いたな。あー、不在ね、確認しないとね。あー、なんかね、あれくれた、スターバックスくれた。あれ、コメント欄が小さくなった、おかしい。なんだこれ。あー、治った。疲れたね、お疲れ。なんかね、リスナーさんからスターバックスのチケットが送られてきた。最近なんかみんなスタバのチケットくれるな。帰りに飲むか。ありがとうございます。帰ったら不在伝票だね。そうだね。てかそろそろトレーニング再開しねえとまずいな。捨て頃、体もう完全に回復したからそろそろやんねえと。 LINE でいろいろ送られてくんの。そう、すごいね。古事記の時代だよ、古事記の時代。古事記時代が来たんだよ、古事記時代が。
ご飯何食べようかな。帰りにラーメン屋寄ろうかな。お疲れ、お疲れっす。今帰宅です。駅に行って、でまあ駅から電車中は配信はしないけど、もう隙間を縫って配信やっていくしかないね。お疲れっす、 UV さん。お疲れっす。デネボラありがとう。なんだろう、デネボラって。いやでもね、結局ぶち当たるのがね、パソコンなんだよね、機材なんだよね。あの映像って処理が重たいのね。まあまあテキストとかよりも写真の方が動画重たくて、写真よりも動画の方が映像の重たいっていうのはみんなでもわかるじゃん。でそれを作るってなると、さらにもうパソコンのスペックが必要でさ、参っちゃうよね。あ、ありがとうね、拍手ありがとう。何なんだろうねこの拍手、何なんだろうね。1位取るとお金もらえるんだろうけど。スピカーありがとう、サンキューちゃんありがとう。あートイレ行きたい、トイレ行きたい、おしっこしたい。家帰ったらがっつり配信やるわ。あれ、俺明日なんか予定あったっけ。予定あったような気がすんな。あ、予定ないか、大丈夫か。予定ないなら分かんない、ヒーター。ごめん、俺本当に忙しくてさ、ニンニさ、もうね、洗濯とかさ、食事とかさ、届け物とかさ、もう頭回んないんだよ、 ADHD だから。一回それでリスナーさんと喧嘩になったけど、なんかぬいぐるみが届かねえとか届いたとか、そうできないんだよね、そういうことが。普通のことができないんだよ。ユウさんなの？え、コテハンユウさんに変えなよ。なんでユウアンダーバー V にしてんの？え、アンダーユウアンダーバー V さんじゃなくてユウさんに変えればいいじゃん。UV さんだと思ってた俺。ユウさんなんだ。なんで UV さんにしてんの？名前のところを。ゆうさんだったんだ。
U さんに変えておいて。たまに読めない人いるよ。エクスパンドとかも読むのに時間かかったし、ローマ字は特に。俺英語が読めないから、英語8点とかだったかんね、中学の頃赤点だったから、アルファベットしかわかんない。変えて変えて、わかんないから。はい、ワード2、メトロさんいらっしゃい。あれ、なんか忘れてきてる俺。あれ忘れた俺。あれ、なんかおかしいな。もうなくし物もするし忘れ物もするし、もうやだこの性格。なんなんだよあれ。忘れた。あれ、あったあった。俺が ADHD だよ。みんな物をすぐなくすって。いや全部、いや今日も機材この前忘れてましたよってさっき先生からねもらったよ。先生から。あったあった。いや機材なくすんだよね。あのだから俺全部紐をつけてんの。本当に大事なものは忘れないように鍵とか財布とか全部紐つけてんの。そうなの。いやなくし物めちゃくちゃ多いよ。で酔っ払うとさらにひどい。お酒飲むと確実に何かしら大事なものをなくす。この全部これカッコつけでやってるわけじゃないんだよ。チェーンとか財布とか全部チェーンつけてんの。もうくくりつけとけばなくならないじゃん。全部紐でつけてんのはそういうことなんだよ。要はね、5秒後に意識が変わってるから。5秒後にそうなの。要は思考、あの動きが ADHD ってね、実はね動きがわちゃわちゃしてるんじゃなくて、脳内の情報がパンパンに詰まってるからああなってるんだよ。要はね5個先6個先ってパン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 ってね、人のね5倍ぐらいの物事同時に、そう注意が散漫って言い方も俺らからすると体感は違うの。あの要は脳が処理が回りまくってるの。ずっとフル稼働みたいな状態の。だからその過集中を起こしてる時に何か言われるとあーっていうの。あれは要は何だろう、もう脳をフル稼働で使ってんのに、他のことでわちゃわちゃ言われるとその入ってこなくて、あーうるさいってなるの。だから覚醒剤とか与えると普通になるの。そう、注意が散漫なんじゃなくてね、実はね、あのよく観察するとね、ADHD の人ってすっごくあの物事をよく見てたりとか、ものすごい情報が入ってたりするんだよ。ちゃんと聞くと、あれこれあれこれっていうのがいっぱい同時タスクで何かをやろうとするから、なんか CPU 脳が止まっちゃうんだよ。だ記憶力が異常に良かったりとかね、いろんなとこがあるんだけど、脳の処理が下手なんだよ逆に言ったら。要はね休むことを知らないんだよね脳みそが。要は普通の人ってフィルターがあったりとか、ここを考えなくていいやってできるのができないの。脳みそがバグってんの。女の人でね注意欠陥多動性障害はね超レアだよ。超レア。
なぜか男が多いんだよね。なんでなんだろう。何なんだろうね。多分俺は男性が9割っていうか、もう 99% ぐらい男性だね。 ADHD とかアスペって。で俺、多分俺の予想なんだけど、狩りの狩猟本能だと思ってんの。なんかそういう論文とかもあって、あの農耕民族じゃなくて狩猟民族に多いのね、特に ADHD の人って。だから獣から襲われないように周囲の情報を過敏に取ったりとか、要は感覚で動くとか、その狩りの本能なんだよ。だから農耕民族の日本に合わないのはね、わかるもん。その場で殺す判断と殺されるのを回避する能力らしいよ。それを考えると女性って狩りに行かないから整合性がつくと。どっちにしろ脳のバグだよ。でなぜか遺伝するんだよね。発達障害はなぜか遺伝するだね。俺ね、発達障害って病気なんじゃなくて、その人口が減っていった特有の考え方をする少数民族だと思った方が俺ね、整合性がつくんだよね。要は 99% 農民社会になったからこんなことになってるだけだと思ってんだよね。要は自然淘汰された存在なんだと俺は勝手に思ってる。病気なんじゃなくてマイノリティになったから病気になったんでしょうっていう。ありがとう、ハートありがとう。だって俺ら ADHD の考え方すると、普通って呼ばれてる人たちの方が異常行動をしてるわけだから。毎日同じ決まった時間に毎日起きて毎日命令通りに働いてって考えられないもん。だでもそれってさ、農耕作物とかを、あれ俺どこだ、ここあれ俺間違えた、農耕とかをする場合だったら有効。あれここどこだ、あここどこだ、農耕とかをする場合だったらいいんだよね。あれここどこだ、えどこここ知らないところに来ちゃった。あれどこだここ、どこ、どっか知らないところに来たっぽい。あれどこだここ、ここどこ、えあれ、まあいいや歩こう。どこだここ、こんなとこ歩いたっけ、あれわかんなくない。え、どこだ、え、どこだ、マジでマジでわかんねえ。こんなところこう、え、どこここ、え、ここ違う絶対。何ここ、あ、やっぱ違うわ、間違えてる俺。え、どこ？
え、逆？かなり歩いたのかな。どこここ。どこここ。あ、合ってるわ。合ってた。あれ、なんでこんなとこいんだ俺。なんでこんなとこいんだ。よし。よくわかんないけど、なんとなくわかった。いや全然面白くないよ。早く帰りたい。早く帰ってパソコンに入れたい。え、なんでこんなところ歩いてんだ俺。あれおかしいな。駅に向かってる。遠いよここ。全然遠いよ。電車に乗って帰る感じ。あ、まあ多分家着いて配信回すの夜のあれだな、11時ぐらいだな多分な。どこだここ。合ってっか。なんだここ。なんでこんな道来たんだろう。何これ。合ってるわ。合ってたわ。電車だよ。お腹減ったね。わ、合ってるか。 あれなんだろう、おかしいな。なんだこんなとこいつも通らねえぞ。いっか、いや、お疲れっす、ゆうこさん。電車か。いいじゃんいいじゃん。え、今、え、渋谷にいんの。なんで。え、たまたま今渋谷にいんの。なんで。はいはい、わたつ。え、なんで渋谷にいんの。な、何しに来たん。渋谷、みんな帰宅だ。みんな忙しいね。ね、雨降らないといいね。遊んでるんだ、いいじゃん。泊まるのこっち。いいね。スピーカーありがとう。
今どこだかわかんねえわ。なんだこれ。これ。どういうことこれ。よくわかんねえな。いや、俺も今迷子なんだよ。ご飯食べて帰ろう。あ、着いた着いた、駅着いた。あー、なるほど、駅着いたわ。じゃあ今日の夜の放送、駅に着いたんで、じゃあ今日夜また夜中に放送するんで見に来てください。映画制作の話とかしましょう。じゃあね、お疲れ様。